J.D. サウザー、ジョン・デビッド・サウザー、ジョン・デビッド・サザー、1945年11月2日帯は、アメリカ合衆国デトロイト出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター、俳優、ソロアーティストとして活躍するから、リンダロン・シタット、イーグルスなどに後に、ヒット曲となる作品を共作するなど多くのアーティストに楽曲提供を行ってきた。 1945年11月2日、ミシガン州デトロイトで生まれ、テキサス州余り色で育った。ミュージシャン及び作曲家として、初期の頃、彼は、テキサス州の有名ロック歌手で仕事仲間の、ロヨービソン大きな影響を受けた。1960年代後期、カリフォルニア州ロサンゼルスに引っ越した後、デトロイトのミュージシャンで作曲家のグレンフライと出会い、二人は、 ルームメイトとなり音楽面でコラボレートした。この時に開花に住んでいたのはジャクソン・ブラウンで後にサウザーとフライとコラボレートするようになる。この後間もなくサウザーとフライはロングブランチ、ペニーホイッスルというフォークデュオを結成。1970年ジミー・ブラウンのアモスレコードからギタリストのジェームズ・バートン、ライクーダー、バイオリニスト・ドグ・カーショー、ドラマージム・ゴードン、 ピアニストラリー・ネクテル、ベーシスト・ジョー・オズ・ボーンを起用したグループ唯一のアルバムが発売された。1970年代にブームとなったウェスト・コース・トロックを陰で支えたほか、イーグルスやリンダ・ロンシュタット、ジャクソン・ブラウンなどと交流を持ってきた。特にイーグルスとは深い関わりを持っており、もう一人のイーグルスとも呼ばれた。裏方の仕事としては楽曲提供だけでなく、 バックコーラスなどでも頻繁にゲスト参加を行った。1972年、デイビッド・ゲフィンによって説得され自身の名を冠したソロアルバムのレコーディングした後、サウザーはクリス・ヒルマン、リッチー・フューレーと共にサウザー・ヒルマン・フューレーバンドを結成。このバンドは2枚のアルバムを出したが、方向性の違いと売り上げ不振からバンドは消滅。 1970年代の何年間か、リンダ・ロンシュタットと交際し同棲していた。サウザーは、特に、カントリーロックでの作曲の才能を評価されている。イーグルスのヒット曲、我が愛の史上、ビクティム・オブ・ラブ、ニュー・キッド・イン・タウンなどを共作ている。イーグルスの、ロング・ロード・アウト・オブ・エデンの、ハウ・ロングは、サウザーの作曲で、もともと彼の1972年の1枚目の、 ソロアルバムに収録された曲であった。またリンダ・ロンシュタットのアルバムを共同プロデュースし、アルバム、悪いあなたの、やアルバム、の、ホワイトリズムブルーズなどの何枚かの、プラチナアルバの曲を作曲した。ロンシュタットとは、Sometimes You Can't Win など何曲かをデュエットしている。ボニー・レッドのアルバムの中の、ラン・ライク、ACF の作曲もしている。彼は、 他のアーティストによって作曲された曲にも参加しており、クリストファー・クロスの自身の名を冠したデビューアルバムのザ・ライト・イズ・オンにドン・ヘンリーと共にバックコーラスで参加。1977年、ランディ・ニューマンのアルバム小さな犯罪者に収録されたショート・ピープル・ボルティモアの2曲でバックコーラスで参加。1976年のダン・フォーゲルバーグの LP のフォールス・フェイスと ルース・エンズ、1975年のフォーゲルバーグの LP で、フォーゲルバーグと組んだデュエット、ホットダム・ブラザーズとして参加した。1979年9月、アルバムからタイトル曲をシングルカット。同曲は、ビルボードのポップチャートの第7位、アダルト・コンテンポラリーチャートで第1位を記録する大ヒットとなった。AOR に通じるアダルトな音作りで、 日本では1991年に映画、波の数だけ抱きしめての挿入歌として起用され、2006年に、三菱、アウトランダーの CM ソングに使われた。また、台湾のガールズグループ、SHE が、オンリー・ロンリーというタイトルで中国語でカバーしている。ジェームス・テイラーのアルバム、のサウザーとのコラボレート曲、ハート・ウントゥーは、ビルボードのポップシングルチャートで、第11位となった。 1987年のコンサート及びビデオに曲の提供者、演奏者、ボーカルアレンジャーとして登場し、1989年のスティーブン・スピルバーグの映画、オールウェイズの中でザ・プラターズ、煙がめに染みるを歌い、1989年から1992年のシットコムのテーマ曲を作曲したりした。2002年以降は結婚を機にテネシー州。 ナッシュビル近郊に今日移し、ナッシュビルでの活動が多くなっている。2008年10月14日に25年振りの新作アルバムを発表し、それに合わせてツアーも行った。その一環として2009年1月には久しぶりの来日公演を果たした。2009年秋、新旧の曲を織り交ぜたライブ CD、レイン、ライブアットザベルコートテアトルを発売。2011年、 他のアーティストのヒット曲をカバーしたアルバム、ナッチレルヒストリーを発売。この CD には、クリス・ウォルタースがピアノでジャズの影響を受けたサウザーの音楽が含まれている。1989年から1990年のテレビドラマの第3シーズンのジョン・ダナウェイ役や映画、ハリウッドに口づけの鉄道役など様々な役を演じている。またジミー・バフェットの いや、などのオーディオブックにも出演している。1999年、テレビ映画、ゴースト・アウト・ローズで、ジェシー・ジェームス役で出演し、またダン・エイ・クロイド、アンナ・クラムスキー主演の、マイ・ガール2・ニで、物語の核心となるベーダ、イコールな母親の前部のジェフリー・ポムロイ役で出演。セリフもたっぷりとあり、アンナとのシーンでは、複雑な心理描写を見事に演じきっている。 2012年ミステリースリラーではマット・ハーパーの父親役を演じた2012年10月に始まった ABC のカーリー・クーリー脚本のドラマナッシュビルにトリの作曲家兼プロデューサーの和帝ホワイト役でレギュラー出演している1945年生まれ2回結婚し1970年代にはリンダ・ロンシュタットや スティービー・ニックスなどとの交際が報じられたこともあったが、現在は独身である。2002年12月、カリフォルニア州ハリウッドヒルズから、テネシー州ナッシュビルに引っ越した。今も作曲、レコーディング、コンサートツアーを続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。